お疲れ様でございます。先ほどトランプ大統領銃撃の一時ニュースが入ってきたんですけども、どうも本当に撃たれてですね、で、ご覧のように流血してるそうです。で、その流血の直後、俺は負けねえぞという形でですね、こうやって拳を振り上げて、 えー、我々にね、その姿を見せてくださいました。えー、トランプ大統領が次期大統領になるのは、まあ、ほぼ間違いないかなっていうところで、その反対勢力による差し金なんじゃないかなと思います。まあ、先ほどはね、私もまだ一時情報だったんで、またね、あの、ニュース報道の誇張した内容なのかなと思って、ちょっと多少茶化した内容になりますけども、今回ちょっと真面目にですね、このディープステートをぶち壊すために立ち上がったトランプ大統領、まあ、あの、グローバルサウスの流れの、 話もありますしね、まあ、相当な覚悟を持って今回大統領に就任してくださるんだろうなと思いますもちろんねいいことばかりではありません私たちにも辛い課題が突きつけられることもあると思います特にね岸田総理が選択してしまったこの G7 合流っていうのに対してもしかしたらねものすごい激悪を飲まされる可能性もあるわけですよまあしかし海の苦しみと思いちょっと うーここはね、耐えねばならないのかなと思います、まあ、一体何が正しいのか、誰についていけばいいのか、私たちもわからないわけですけどもえ、ところがね、こうやって暴力で物事を解決しようとする、まあ、旧世代型の支配体制っていうのは、もうすぐ死滅しようとしているというふうに、私はそういうふうに思いますけれどもね、まあ、その意味でも、暴力に屈しないこの拳だとも言えます、きっとトランプ大統領は、安倍総理がね、倒れられたことの時のことも思い出してくださったと思いますけども、皆さん、どのようにお感じでしょうか、それでは続報を待ちましょう。